貨物列車を牽引する BRKS740K ディーゼル機関車、ブラチスラバ地域鉄道線企業体株式会社は、かつて存在したスロバキアの民間鉄道会社で、旅客列車を運行した企業としては、第二次世界大戦後初の私鉄。2011年9月14日に破産宣告を受け倒産した。国際鉄道連合及び欧州鉄道共同体に加盟していた。 BRKS の旅客列車運行区間2000年に政府によって地方線に指定され2003年に鉄道企業体が運行を取りやめたブラチスラバ県マラツキ群ゾホル村周辺のスロバキア国鉄線2路線の運行継続を目的として2003年にブラチスラバ県政府と民間企業の出資で設立された設立当初の出資比率は ブラチスラバ県政府が51%で過半数を占め、鉄道車両メーカーの増数重時が20%、ベオリアトランスポールが13%を出資した。2009年末現在では、ブラチスラバレール株式会社とスウォー、コンサルティング株式会社が共に45.33%の筆頭株主で、ブラチスラバ県政府は9%、 ベオリアトランスポールベルリン有限会社は0.18%と、出資比率を大きく引き下げていた。列車運行事業認可を得た後、ゾホルザーホルスカーベス鉄道線、プラベツキーミクラーシュゾホル鉄道線ロホジュニーク、ゾホル館で2003年6月から、旅客、貨物列車の代替運行を行い、一部列車は、ブラチスラバ中央駅への乗り入れを行った。しかし、 検討局から約束されていた女性が不十分だとして2005年1月、ロホジュニークゾホル間の旅客列車運行を休止。ゾホルザーホルスカーベース鉄道線の旅客列車運行事業も2006年に撤退し、計画していた国鉄ブラチスラバジリナ鉄道線、ブラチスラバトルナバ間の旅客列車運行事業も断念した。ゾホルザーホルスカーベース鉄道線については、 その後鉄道企業体スロバキアが旅客列車の運行を引き継いだ。一方2004年以降、オープンアクセス事業者として国鉄ブラチスラバスカリツァ鉄道線及びブラチスラバコマールの鉄道線を経由する貨物列車運行事業に進出。チェコ鉄道から電気機関車のリースを受け、国鉄系の D カーゴ、PKP カーゴ、MV カーゴ及び 民間列車運行事業者のウニペトロル運輸、セントラルヨーロッパ鉄道、ウィーン地方鉄道カーを、ベオリアスロバキアの各社と、国際貨物列車の運行を開始した。主な荷主は、ホルシム、ミッタルスチール、PSA プジョーシトロエンスロバキア、ドゥスロシャリアだった。2007年4月には、ウクライナ国境のコシテケントレビ将軍、チエルナッキ総始に支店を開設。同年6月から、 国鉄チョプチエルナッキソー鉄道線を経由した、ウクライナ鉄道との初の民間貨物列車運行を行った。同社は2011年2月、スロバキア国鉄に対して支払う、線路使用料及び機関車使用料施設使用料を長期間滞納していることを理由に、国鉄線列車運行事業認可を取り消された。これに対し同社は、開業当初の旅客列車運行事業における、 ブラチスラバ県政府当局の女性をめぐる役が原因だとして、対応を正当化する一方、筆頭株主で経営陣が同一のブラチスラバレール株式会社に名目上事業を譲渡し、さらにブラチスラバレール社が国鉄線列車運行事業認可を持つロコトレーンズスロバキア有限責任会社の名義を借りる形で事業の継続を図った。しかし、同年8月、 国鉄は、ブラチスラバ地域鉄道線企業体の破産を、裁判所に申し立てた。申し立て時における同社の国鉄に対する債務は192万ユーロで、他に、社会保険会社及び、複数の健康保険会社に対する債務を抱えており、同年9月14日に破産が宣告された。2007年現在の保有動力者は、ディーゼル機関車15両、電気機関車4両、 機動車3両。このほかブラチスラバズボレンコ市税間の長距離旅客列車運行を目的にオランダ鉄道から機動車に編成6両を購入したが営業運転は行わなかった。また、ローカル旅客列車用にオーストリア国鉄からリースされた2143型液体式ディーゼル機関車2両を使用していた。ありがとうございます。